るから絶対に。みんな見てくれよな、はい、さあそれでは始めていきましょう。まずは桃神奈美よろしく。はい、はい、せーの、おはしさんちゃんさたーおはしリサーチ come on yes。 さあ今日はこちら、クック行くだけ駄菓子レシピ漫画界の道、コロコロ編集部に殴り込み。これさ、大人界の道で殴り込みってどういうことだ。いやいや、この間ね、コロコロの編集長のところに行くって企画書持っていくって言ったでしょ。言った言った言った、気がするね。マジで行ってきたよ。いいんだろマジで。いいんだろ。ちょっと迷惑かけてないよね、大丈夫大丈夫、全くかけてない。お宝映像も撮れてます、信じます。見てください、どうぞ。よっしゃよいしょー、クック行きましょう。はい、コロコロ編集部にですね、僕のクック劇の企画書を持ってぶち込みに来ました。見てください、しっかりですね、ほら企画書持ってきましたから。これをキュウチョウそれ持ってって直ランパにしてやるよ。このテンション強みでくぞ。ということでクック池崎がコロコロ編集部に突撃。あったけ。音楽界の熱意を持って編集長が待つ場所へいざ参る。さあ来ました、はい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 、ほら棚の中の3台はバックナンバーと所管している仕様を枠に戻してください。あ、これになんか3台バックナンバー入ってるんですね。コロコロもあるんじゃない。確かコロコロもあるかもしれない。うわー、開けてオープン。三者 A！ いよいよ編集部へ。皆さんお仕事中です。山頑張れ。おい見せてください。ダメですダメですダメです。止まってください。消しカスクのネームです。マーフィーって書いてます。うわすげえネームだ。僕初めて見ました、ネームっていうの。さらにクックがあるものを発見。出ました。ダメですよダメですよ。これが来月今度4月に出るやつですよ。皆さん売り出しましょう。編集長どうせ。編集長どこだ。いました、編集長。合わせます合わせます。あの人ですか。え、こんな近くにいるんですか。え、やっとコロコロ編集長を発見。クック、失礼のないようにお願いしますよ。はい、長い。早く来いよ。すいません、まずはちょっとこれを渡したくまずこれを。これ、駄菓子にしてくれます。お越しいただきました。どうした。手土産も渡し、つかみはバッチリなところで早速企画書を見てもらうことに。
秋元編集長の反応は。長嶋の妖精、この強烈な決め台詞を漫画で表現できるかね。漫画だとより表現できるんではないかと。どんな感じだっけ。今日のテンション強っていくぞ。真剣に検討させていただきます。そうですか。お願いします。よし、じゃあクック池崎駄菓子レシピ漫画界の道はまだまだ続く。おお、すごいじゃん。クックね、編集長いい感じだったね。そうね、そうなんだよ、結構褒めてもらったよ。そうなんだよ、緊張したけど。なんか学園ものみたいなの聞こえたんですけど、どんな中身なんですか。それはまだ言えない。決まってもいないしね。ね、みんなで応援してるから、最後にさ、編集長に感謝の一言言ってよ。そうだ、感謝の一言ね。おい編集長、俺はそっちに渡ったぞ。クックックにパスをすればいいんだ。いいパス期待してるぜ。謙虚に行こう、謙虚に。さあ今後どうなっていくのか見守っていくぜ。さあ続いては久しぶりのこれ、牛カット上はどっちだ。フラフープ、どっちが長くやっていられるかを競ってもらいたいと思います。さあということで、ももか自信のほどは。私幼稚園とか小学生の時10本ぐらいで回してたんで。すごいな、練習めっちゃ持ってるやん。さあ、みなみ自信はどう。練習の時行けたんで多分行きます。オッケー。さあそれでは行きましょう、キューカットショー、フラフープ対決、レディーゴー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。もうすぐ入学式、おめでとうの気持ちを込めて作りました CM メーカー。みんなの CM を大募集。ピッカピッカの今回やってきたのはレゴストア東京駅店。大人気シリーズはもちろん、限定商品も並ぶ子供から大人まで楽しめるお店。たくさんのレゴに囲まれてスワニーたち大興奮。わーいいね。そこでやっぱさ、スワニーはさ、これからもビッグな男になっていきたいからさ、ビッグなものに目がないわけ。これだよね。あ、これめっちゃかっこよくない。
ません、ちょっとスバニー、この方はレゴストアの店長さんですよ。店長さん、今レゴストアではモンキーキット一作になってます。スパイダークイーンが街をこう襲ってるシーンを作ってます。今ここでそのシーンを作ってるんだ。このレストランのところがレゴストア東京駅店オリジナルのモデルです。このお店にしか置いてない。置いてない、はい、すごい。はい、今日は特別にこのスバニとカー君のミニランタン、はい、用意してきました。マジですか？やった！なんとスバニたちのミニランタンを作ってもらったぜ。今回は特別にモンキーキッドと一緒に遊ばせてもらいます。今日は店内をくまなく飛び回ります。そうね。カー君もライオンガイアに乗って。もちろん飾ってよ。やったやった。みんなもモンキーキットをお店で要チェックだ。もうすげえ、テンション上がりすぎてめちゃくちゃ噛んでしまった。でもさ、すごいでしょ。ミニランダーめちゃくちゃ良かったね。逃げたでしょ部長。ミニランダーめちゃくちゃ良かったね。やっしゃー、聞いてる。ミニランダーめちゃくちゃ良かった。ちょっと待って、今日電波が悪いのかな。部長ごめん。よかったよかった。これね、お店に飾ってあるからさ、みんな見に行ってね。おう、さあ、そしてね、これもこれがね、あのコロコロの、あ、コロコロのあれ、そう、とにかくミニランダーが飾ってあるからみんな遊びに行ってくれ。で、ちなみに今ならコロコロコミック特別編集のレゴモンキーキットパーフェクトガイドやこのモンキーキットのステッカーがゲットできるから、ホワトモのみんなぜひチェックしてください。ミニランダーは松丸くんの夏スタジオの天気、そして重大発表もあるぜ。始まりだぜ。面白くてためになる謎解きがいっぱい。体験版で挑戦だ。ひらめきサーティー。おーはー、ひらめき王子松丸くんです。金曜日は直感力がアップする謎解き法則カードです。君のひらめきと直感力でこの謎を解き明かせ。それでは問題。上のカードの法則を探して下のカードの裏に書かれるイラストが何か当てよう。それではいきます。レッツサーティー。このカードにはどんな法則が隠れているかな。ここでひらめいた子は大地球だよ。まもなく赤いカードの読み方を教えます。赤いカードのイラストは水、歌詞、顔を表しているよ。続いて青いカードの読み方を教えます。青のカードはミミズ、カカシ。赤のカードからどう変化したかな。3、2、1、タイムアップ。それでは正解発表です。今回の法則は頭の文字を繰り返すという法則なので、顔の裏のイラストはカカオが正解でした。来週もとっておき、とは、おう、ようか、クレア、ミサキ、ユズハが登場。ほうほう、この後、一体何が起こるのでしょうか。お楽しみに。気になる。
新企画初めて見積もりやってみたをやります。突然ねえ、まあどうぞ。あれどうしました？こんなことというか、安くない？こんなにいります？いや調整できますよ。そう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 、これくらいが私にはいい。浮いたお金は何か大切なことに使ってくださいね。おまずはスマホで見積もりから。ノリがたっぷりのノリが。大人の大人のふりかけだ。大人のふりかけ長谷園。ママ、バーバハルサメ食べたいな。いいわね。他に。日曜朝7時から放送中。なりたい私へ、ミラーイン。つばさん。ついてるけど違うの、ゴクリンがひっついて取れないの。ほんまや。でしょう。私一生このままかもしれない。どうしよう。このままだとお箸も持てないし、フォークも使えないし、サンドイッチもつかめない。泣き方リアルな子供。夢中どうすればいいかな。そうだ、力ずくで剥がすっていうのはどう。私がカナチューに10万ボルトをしてその衝撃で取れるみたいな。うん、案外いけるかもね。うん、痛いの嫌なんだけど。よっしゃ行くよ、せーの、10万ボルト。邪魔しよう。
植木を覗き込もうとしたゴーの顔にゴブリンがくっつき、サトシとピカチュウも巻き込まれてしまう。ゴブリンどうやって取るんだろうね。早く取りたいです。じゃあ今日はここまで。今夜のアニメを、ありがとうございました。2019年の、ね、4月から2年間オファーガールとして一緒に番組を盛り上げてくれた5人ですが、この3月で卒業することになりました。南を含む残りの4人で4月からは一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザコリともね、寂しくなるけどさ、最後まで全力でさ楽しんでいこうな。はい、な。そして今月は私たちオハガール9人がスタジオに大集合。妹が参加してくれるオハ友も大募集中。詳しくはオハストホームページをチェックしてね。みんなよろしく。まあ、全然もうめちゃくちゃ来てくれるから寂しくないな。さあ、てなわけでちなみにね、3月26日に大卒業式を予定しています。みなみも先輩たちを送り出すために一生懸命盛り上げていこうな。はい、めっちゃ盛り上げちゃいます。オッケー、オハガールちょっとし元気ねえよ。ヨウカ、あれを見せてくれ、あれを。あ、わかりました。3月ラストまでみんなで一緒に、よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。禁断テレビモーニング略して禁モニ、丸に入る文字は何でしょうか。みんなー、なんか今日はハトマのクイズをして遊びましょう。ハトマのクイズってどんなクイズなの？例えばじゃん、こんな風に一部分が隠された言葉を見てどんな言葉が隠されているのかを当てるクイズだよ。あ、わかった。なるに入るのはかで、答えは猫魚。正解。あ、猫考えてください。